はい、こちらやってまいりました。こちらは静岡県の藤枝市でございます。こちらの藤枝市、静岡県の中部に位置しておりまして、人口はなかなか多く、約14万人でございます。2つの大きな川、安倍川と大井川に挟まれた地域の都市でございまして、江戸時代には田中藩の城下町、東海道藤枝宿と岡部宿の宿場町がございました。静岡県中部では静岡市に次2番目に人口が多く、静岡市のベッドタウンとして機能しております。また藤枝といえば全国的にはサッカーで知られておりまして、県立藤枝東高校は強豪校が集う静岡県でもトップクラスの成績、サッカー王国静岡県でも藤枝というのは少し群を抜いております。現在おります JR の藤枝駅周辺からは、昔のこの地域の中心藤枝宿は少し離れておりまして、後ほど行きたいと思っております。人口が14万人というのは本当に大きな町、そんなようなイメージを持っておりますけれども、いや駅前本当に立派。藤枝という町はこんな感じの場所でございまして、焼津とかに近いものでございます。はい、そしてこちらは藤枝市の人気観光スポット、蓮華寺池公園でございます。今日は日曜日でございますので、たくさんの子供連れ、本当に多くてびっくりしております。こちらの大きな池は周囲が約 1.5 キロ、この池は400年前に人工的に作られたため池でございまして、この周辺の村々が昔水不足に悩んでおりまして、それを解決するために一部の田畑を潰してこのような大規模なため池にしたのでございました。そんなため池が現在は藤枝市民の憩いの場となっております。そしてこちらの蓮華寺周辺は昔の東海道が走っておりまして、この周辺には藤枝宿がございました。そしてどうやらこちらのルート、こちらの道が昔の旧東海道、こちらの周辺が昔の中心地でございまして、現在も藤枝市の場合は駅前が一番栄えているわけではないようでございます。こちらの藤枝宿は東海道53次のうち品川宿から数えて22番目の宿場町でございました。さらにはこの周辺には昔田中城というものがございまして、一説によりますと家康が腐った天ぷらを食べて真相になったという場所はこちらの田中城だったと言われております。そしてやっと宿場町らしい雰囲気の場所が出てまいりました。そしてこちら街道を少し入ったところにございますお寺、大慶寺でございます。こちらは日蓮宗のお寺、目の前にあります松が日本の名松百選というものがあるそうでございますけど、そちらに選ばれ、静岡県内では美保の松原、沼津千本松、そしてこちらの松だそうでございます。こちらは日蓮聖人のお手植え、大変古いものでございまして、樹齢は約750年と言われております。いや本当に立派な枝ぶり、いやこれはすごいですね。なんかこの辺りなんて本当に街道らしくて宿場町らしくて綺麗なカーブを描いております。こちらには随分変わったお家がございますね。なんかこれは結構珍しい建築様式。